謎の草、もといきゅうり大きくなってます。支柱を立ててもらったので飽きついてもう支柱を超えそうな勢いです。なんか砂糖割りはいるけど、なんか場所柄ウリハムシにも狙われてなくて順調ですね。あ、いや、いますね。ウリハムシがよりによって交尾してますね。なんかアゲハチョウまで来た。もうって感じです。今日は花は咲いてないかな。だそう。まあまあまあ順調に成長してくれて嬉しいです。野良キュウリ、おはようございます。瓦礫の撤去や。ありがとうございます。あれ、あ、ヒイラギが駆逐された。ありがたい。服が破れるからね。あ、収穫お疲れ様です。いい。あれ、ブルーベリーはないんですか。ブルーベリーこれから、そこの草引こうかと思ったけど。あ、別にそういう意味じゃ。休憩してくださいね。なんか弱ってきたよね。なんでだろう。差がないよね。あっちはすごい元気だ、ね、そうそうそう。足して2で割ってくれ。アスパラすごい綺麗や。なんだけど、で見るとすごく甘いって。お、凝縮されてる。うん、でなんかね、干しぶどう蝶々が入ってる。どうして？出なさいよ。困り。出なさい早く。出れんやろうな。出なさい早く。こう開けてるから早く出なさい。ま。嫌いだから。ここ空いてるからかな。もう少しもう少し。あ、出た。ナイス。そこ空いてるんだ。うん、ちょっと空いてる。うわ、またボーボーになった。一週間で。ね、消毒したからしばらく取らなかったからね。うん、すごいなってるね。うん、食べ放題だ。ちょっと今日風吹いてるね。うん、ちょっと気持ちいい ね、 いいね。影にいると、うん、影にいると日向にいると怖いけど、めちゃくちゃでっかいパラソルをつけたい。うん、畑全体のパラソル、うん、欲しいな。今自分で鬼山君にびっくりしちゃった。なんでこれって。なんでこれ手になんか止まったって思った。自分でつけてた。うん、何？まだ洗ってないからやっぱり、ね、ああ、シワシワの、ね、ああ、本当に甘いのか検証しようかと思って。洗ってない、消毒した後1週間ごとは言え。まあ雨降ったけど雨が綺麗とも言えんし。虫もおるし。雪がなんか人材になって、うん、人落とすやつが結構。ああ、貴重な恵みだった。あ、こっち側は全然だ。ないってこと？ほとんどない。そっちいつもない。ちょろっとした、うん、なんでこの大きい木は全然ないんですかね。種類が違うんだけど、この小さい木がほとんどや。大きいのにね。うん、生きてるためにじゃないんだけど、黄色のもうちょっと薄いやつだね。うん、やばい、この隅っこになってるけど取れないな。ここ外から取れるけどね。うん、引っ張ってヒイラギやっつけてくれたと思ったら毛のとこにアッチされとる。またここで根張るよ、そっちの向きは。うん、あとさっきのアゲハがなんか3羽ぐらい集まってる。なんで
ネットのとこに。三角関係や。キュウリ順調に大きくなってます、まあ、あんまりめちゃくちゃ大きくってわけじゃないけど徐々に大きくなってくれてて嬉しい。テントウムシはいいけどウリハはダメだよ。オクラ、あれこんな感じだったっけ、倒れたのか、なんか雰囲気髪型変えた感じ。ピーマン順調になってます。ありがとうございます。日々美味しくいただいてます。キュウリ、まあ終わりました。お疲れ様でした。秋キュウリに託します。ズッキーニ、あの幻の1本しか食べてません。次も期待してます。よろしくお願いします。ミニトマト順調になってます。ちょっとめちゃくちゃちっちゃい子が増えたかもしれない。まあ、でも想定以上に取れたんで存分な働きご苦労って感じです。なんか真っ白な子もいるな。ちょっと形変だな。あーちょっと陰ってきた。陰ると随分楽になるな。おすごいいっぱいだ。取りきれない。ちょっと陰るとすごい楽。あわまたコガネムシにたかられてる。やばいな、めっちゃスケスケになっちゃった。